大丈夫黒って決まってるんですか。なんか今日そうですね、まあ、ブラックなんで黒です。黒にしようって僕も提案したんですよ。今日だから何かあるんですか。今日あれですよ、レンさんのバースです。初日はそんな感じですね。初日？あ、2日間あるんですよ。2日間土俵やしますよ。今どうします。あ、おはようございます。そうですね、2日間に分けました。誕生日は明日です。明日、明日、明日は何歳？28歳になります。バブーポスター始めたら何歳ですか。19。同業様がめちゃくちゃ来るんです。明日も多いですよ。でもまあでも今日もいっぱい来るんじゃないですかね。去年もバースデーの時に10何組ぐらい来てくれて、その時はもうてんやわんやったんですけど、みんな何も嫌な顔せずって感じだったんですけど、今年はちょっと当日来れなかったとしても別日でお祝いしてくれると思うから、なんかうまいことこうキムチをばらけてもらって、まあ店がパンクしないようにみんなの売り上げが上がるのが一番いいんで、なんか上げやすいようなプランとかも今年は用意したんで、30万プランと50万プランで僕のオリシャンの飲み放題プランみたいにつけてるんですよ。普通だったらこの値段では入れないけど、まあ普段はシャンパンを下ろさない子とかでも下ろしやすいような、オリシャ2本もついて飲み放題だし、50万だったらコンプリートできるよみたいな。オリシャ何種類？4種類。4種類。去年はでも120本とかだったらしい。コンビニでめちゃくちゃ緊張してるからね。緊張してますよマジで。そうですよ、今年はなんか確定で何かあるってわけじゃないんで。おー、そうそうそう。サングラス、何？サングラス欲しかったよ、ありがとう。2日連続。そうそうそう、なんか言ってた。え、この間もあったんですけどって。こんな感じなんですか、オープンしてから。今日は今日若干緊張感しちゃいます。お客様もこんくらい入ってるんですか。いつもこんな感じですけど、今日は初回ないけど、今日初回ないですけど、まあ代表のお客様が今日多い、だから繁盛し始めてます。おー、あーれーさん、おめでとうございます。これ悪いけど、ねえ、気持ちらしい。おにぎりみたいな渡してきたよ。いや、なんやねんこれなー言うてな。ありがとう。シワちゃんも最初、あいつは2歳からこれやで。もう可愛い。いただきます。ありがとうございます。乾杯。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。4種類があって、1本やったら普通の1本の値段で、2本やったら総計10万やから30万ぴったりにするから。まだ1時間しか経ってない。こっち側の風呂。そうですね、嬉しいですね、本当。まだまだ来られるんですか。まあ、一応予定では。シワさん、いつもシャンパンありがとうございます。シワさんに、一歩、ありがとうございます。僕が怖かったら、ちょっとぜひ盛り上げされるんで、もうちょい痛みようかなと思います。最近お前、作ってないんで、まあ、使ったろうかなと思ってるんですけど、みんなどうですか。いや、お願いします。やっぱりやります。やっぱやりました。やめねえ。ありがとうございます。あ、いや、今月出てるっすね。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですか。笑顔で接客できてることとかが、おかしなこととしてるか、何も自分はできてないんだってことを理解してほしい。片付けしてるの花さんだけなんですか。僕が
月のチキルいくらでしたっけ？今月11とか。ぶっちゃけだってコンビニで週5でバイトした方が、ああ、まあそれはもちろん稼げるじゃないですか。ナンバー4やったんで、ちょっと最高売り上げはどれぐらいだ？100着ぐらいですね。サイトも受けてくれてるんで、絶対取り壊しないように入ったら絶対みんな見直しするようにもう仕上げているようにしていきましょう。以上です。今結構乗ってるキャストなんじゃないですか。あのリーダーも勝負したし、はい。インカムつけ回しみたいな、まあ今日イベントなんで初回入らないで、あの付け回しはないですけど、いろいろ周り見てみたいな感じ。あ、そうですね、今月付けてます。ちょっと責任、いや重大ですよ、だってイベントっすよ、だってボタン開けてる場合じゃないですよ。ルイって今どこついてる？デイ3ついてる。デイ5一瞬行ってほしいと思う。デイ5イラン言ってたじゃないですか。そうね、タッチョーもヘルフいらないっていうか自己紹介しなさい。テーブルマナーってこんなもん。はじめまして、失礼します。あ、中央線抜けていい、肩持ってくる、在庫が多いやん、見たら分かるから。ああ、見たらチャンスね。これでね、どれが在庫多いんや。シン、これ準備してほしい。オリジャン、この1ヶ月は負担つけずにプレイヤーに専念するっていうあれに。僕が3月4月であまりにも内勤業務に専念しすぎたんで、理性での接客がうまくいかんかったんで、それを言って変えてもらいました。とりあえず1ヶ月。手回ししてますよ。今、普通のお客さんいらっしゃる？いますよ、います。これ毎日っす。10分前。最初とかはめっちゃしんどかったですけど、まあでも今はまあしんどいっていうよりかはまあ慣れてきたんで、まあけど自分の席とかにはなかなかまあ戻れないかなっていう感じ。ハナですか？花がつけてんのは、まあ、その一回リーダーから落ちて、まあ、メンバーで売り上げも調子いいから、やっぱそのリーダーとして、まあ、つけ回しだったり、まあ、周りのこと見れるようなことをしないといけないよって言って、僕らが出勤してない、まあ、30分とか、ね、その間だけでもつけ回しとかのために、まあそのインカムをつけてもらって、またその幹部として戻ってもらうために。そうそうですそうです。何用で来てますか？ゲスト出勤です。主にここ2人がずっと付け回しして、自分のお客様の、まあ、時間をこう全部奪っちゃってるって状態で。2人はもうボロクソプレイヤーした方がいい。うん、いや絶対ボロクソしたいですよ。ボロクソしてた時がやっぱり一番上がってる。考え方だったり、こう店の立ち回りだったり、雰囲気作りだったり、めっちゃ勉強できました。シンプレの時とかちょっと、いやでもまだ全然ダメですよ、やっぱ。全然ダメやけど、まあやっぱやらせておかないと、まあ、経験値はつかないんで。ちょっと電話出ていいですか、お客さん。もしもし、いけるいけるいける、頼むよ。はい、待ってるね。な、何分ぐらいって言いながら切れましたけど、すいません2分はね、こんなもんですよ、やっぱり。はい、そうです、何分ぐらいってピローンって切れます。すごいですね、はい。終了！ありがとうございます！ありがとうございます！なんか明日の方がもっとおりそうで怖い。そうやな。ありがとうございます！ありがとうございます！自分として流行るお店を作っていきたいなと思っているんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。
マジでありがとう。で、代表お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当に代表のことが私は大好きなお姫で、代表の TikTok の、サブスク唯一自分のお姫の中で入ってるんで、これからも TikTok 配信お願いします。優勝ゲストはね、長いことを持たせるためにはやっぱお互いの信頼関係も大事なんで、あと店をもっと好きになってもらうこと、ゲストはもうきっと店が好きで来てくれてる子が多いと思うし、それが一番だと僕は思ってるんで、梅、本当にありがとうございます。メルシー、メルシー、やったそう、1年前と同じ席で。今日がほんまに良かった。めっちゃしつこかったよ俺。絶対今日みたいな。今日落ち着くって分かったから。どうした？どうした？人事部署。はい。従業員がメインやってね。そうですね、完全に。ほら、もうほら、結構行ってるよ。いや、売り上げはすごいですよね。そう、売れたら250、250ぐらい上げてますね。でも明日は多分もっと上がるんじゃない？なんか俺以外で考えてます。店が盛り上がる感じがめっちゃ嬉しいですね。いじられてね。いい意味で。あれはちょっとこっちも感動したっす、ね。あ、嘘、本当。普段覚えてない代表がああいうのできるんや。これガチなんですよ。僕本当に普段松江くとか髪色とか、うん、前髪切ったとか、ほんまそんな感じはさつきにあれ切ってるかみたいな感じで聞いちゃうんですよ。でもなんかああいうのは覚えてるんですよ。なんかラッソンだったりとか、ラッソンどこで歌ったかとか、その子がいつ来たかとか、何日に来たかとかは覚えてるんですよ。その子は本当は16やったんですけど、今日どうしても呼びたいなと思って無理やり酔っ払ってる中呼んだんです。同じ席で同じ歌を歌うっていう、そんぐらいやっぱ大事な瞬間かなと思って、僕にとっても大事なんだよ。うん、当時は2部始まってすぐやったんで、うん、それを大事にしていこうと思って、そっからずっと支えてくれてる子なんで、かっこいいっしょ正直。あんたら自分で言わないほうがいいっすよ。だからか YouTube そんな言われるの、かっこいいっしょ。でも、ね、うん、歌舞伎ではも証明してるじゃないですか。モテてるでしょ、うん、だから大阪でもモテてるよって話、うん、でしょ。あーらとか適当なこと言ってほんまにバカにしろよ。ほらもう幹部2人はもう呆れてるし、ほら終了しようかとか言ってるし、明日ちょっとお願いします。明日お願いします。明日もっと盛り上げるんで、あ、お願いします。お願いします代表のさ、V13 層が亡くなってるのか、真ん中の右下のやつがあったんだけど。